自動車メーカー純正ブレーキフルードブレーキフルードとは自動車などの液圧式ブレーキにおいて油圧系統内に充填される液体である。ブレーキオイルとも呼ばれる。操縦者がブレーキペダルやレバーを操作することによってブレーキマスターシリンダーに与えられた力がブレーキフルードによってブレーキキャリパーやドラムブレーキのホイールシリンダーへ伝達される。マスターシリンダーの断面積より キャリパーやホイールシリンダーのピストン断面積の方がはるかに大きいためパスカルの原理により小さな操作力で大きな制動力を得ることができる。主としてグリコール系の液体が使われる。一般的に言われるオイルではなくフルードのためブレーキフルードと故障するのが適切である。しかしブレーキシステム自体を油圧式ブレーキと呼ぶことが多く、 また過去の一時期の一般的なブレーキシステムや初期の植物性油と現在の化学合成油の間のハイドロニューマチックシステムには鉱物油が用いられているためブレーキオイルと呼ばれることも多いブレーキフルードにはという性質が要求されるポリエチレングリコールモノエーテルがこれらの性質を満たすため主成分としてよく用いられているその他 競技車両や一部の車種では、シリコーン系や鉱物油系のフルードも使用されている。いずれも、経年劣化による性能の低下があるため、劣化に応じて交換する必要がある。ブレーキフルードは、グリコール系、シリコーン系、鉱物油系がある。特性に優れることから、主流は、グリコール系である。ポリエチレングリコールモノエーテルが、主成分である。これに酸化防止剤 防錆剤などが添加されている。グリコール系は吸湿性が高く、湿気を吸うと沸点が下がってしまうが、吸湿しても、沸点を比較的高く維持できるように放散で、エステル化してある。水分があってもこのエステル結合が、加水分解されることにより、有利の水を減らすことができる。また、グリコール系は、塗装を浸食しやすい。塗装面に付着した場合は、 水でできるだけ早く洗浄する必要がある。レース用などグレードが高いフルードほど沸点は高く、低粘度で応答性が良い反面、吸出しやすく、塗装を痛める傾向がある。強磁劣化により、沸点が低下するため、一般的に2から3年ごとの交換が推奨されている。ジメチルポリシロキ酸を主成分とするフルードである。一部のレース用として使用される。吸湿せず、 塗装を犯すこともないが、ブレーキシステムのシールなどのゴム類に対して攻撃性が高い。吸湿性がないため、混入した水は溶けずに水滴のまま存在する。このため水分が混入した場合、フルードそのものの性能とは関係なく、混入した水滴が沸騰や凍結を起こしてしまう可能性がある。ハーレー・ダビッドソンではシリコーン系が用いられてきた。ただし、 2005年以降は一部の車種を除いてグリコール系に移行している。なお、主流のグリコール系と混ざると分離するため混用することはできない。基本的にシリコーン系と指定されたブレーキシステム以外には使用してはならない。石油から生成された鉱物油を主成分としたフルードである。ミネラル系、鉱油系とも呼ばれる。シトロエンのハイドロニューマチックシステムが搭載された。 車種では、サスペンションやステアリングとブレーキのオイルを共用していたため、鉱物油が使われる。ブレーキ単独のシステムと異なり、オイルポンプなどを潤滑する必要があることから、グリコール系を使用することはできない。また、グリコール系と混ざると分離する。一般的には、アメリカ連邦自動車安全基準のナンバーワン16で定められる DOT 規格が使われる。 日本工業規格では系、JISK2233-2006 で定められている。なお、JIS と DOT はほぼ対応しているが、DOT4、DOT5 では、多少異なる部分がある。DOT5 については、当初、グリコール系よりも優れた性能を持つシリコー,オーン系に与えられたものである。その後、性能が向上し、グリコール系でも DOT5 をクリアするものが、 開発された。成分に互換性がなく、混用した場合、分離やサビの発生、シールの劣化など、ブレーキシステムに重大な問題が発生するため、区別するために、クリコール系を DOT5.1 と表記している。P 解マイナス6については、DOT5 の上位互換ではなく、ABS などの電子制御装置のため、 特に低温環境下で低粘度であることを要求するものに対して制定されている。DOT で B 解マイナス6に相当するものは制定されていない。油圧系の図圧系等内に空気が混入すると入力された力は機体を圧縮することに使われてしまい必要な制動力を生むことができなくなる。強く踏めば多少なりとも圧力が上昇するが ブレーキの踏み台が不足する場合が多い。たとえブレーキが正常にかかる状態であっても、ブレーキをかけた際に、ペダルが極端にふわふわしたり、何度かに分けて、ブレーキをかけると、遊びがどんどん小さくなるような場合には、配管へのエア噛みを疑わなければならない。エアが噛んでいることが疑われる場合には、ブレーキフルードの交換工程と同様の作業手順で、 配管末端のブリーダーバルブから出るブレーキフルードへの気泡の混入がなくなるまで循環させ続ける必要がある。ABS を装備している場合、ABS、モジュレーターユニットからのエア抜きには特殊な設備や作業手順が必要になる場合もあるため、可能な限り人為的なエア紙は避けるよう心がけねばならない。ブレーキで発生する熱により、 フルードが沸騰して気泡が発生することがある。こうなると、蒸気のエア混入の場合と同様に制動力が落ち、極めて危険な状態となる。この状態を、ベーパーロック現象という。リザーバータイプブレーキフルードははじめは、無色透明であるが、経年劣化や吸湿により次第に、黄色から茶色、黒色への変色が進んでいく。 劣化して変色したとしてもエアの混入がなければ、油圧作動油としては一応成立するが、角の吸出によって、ブレーキシステム内に錆を生じさせたり、ゴム製のブレーキホースの劣化を進行させる場合がある。ほか、沸点の低下によって、ペーパーロック現象を起こしやすくもなるため、一般的には車検ごと交換するか、長い場合でもリザーバータンク内のブレーキフルードが変色してきた場合には、 定期的に交換することが望ましいとされる。ブレーキフルードの交換は、一般的に下記の原則の下で交換が行われる。リザーバータンクから一番遠い車輪から行うが、必要であれば、ジャッキアップし、タイヤを取り外す。ついで、ブレーキ機構のブリーダーバルブに、透明なタイユチューブを接続する。ニップルを工具で緩める。 あらかじめ作業助手がブレーキペダルを踏んだ状態で緩めることが望ましい。この状態から作業助手がブレーキペダルを繰り返し踏み、リザーバータンク内のフルードを使って配管内の旧液を押し出していく。この時リザーバータンクには適宜新液を継ぎ足す。タンクのフルードを切らすと配管にエアが噛むので絶対にフルード切れを起こしてはいけない。 タイユーチューブ内のフルードの色が透明になってきたら、新駅への入れ替わりが完了したと判断し、作業助手にブレーキペダルをいっぱいに踏んでもらった状態でニップルを締め、タイユーチューブを取り外す。ニップルを締めた後に再度ブレーキペダルを踏む。ブレーキタッチが変にふわふわするなどの異常がなければ、エアカミもないと判断してその車輪での作業を終了する。この工程を、 すべての車輪にて行う。オートバイの場合でも基本的な手順はほぼ同じである。1970年代までの映画やテレビドラマにおいて車両のブレーキラインに細工をし、走行中にブレーキフルード漏れによる制度不能に陥らせて事故を起こさせるというプロットがしばしば用いられた。ただし、AT 車前世の現代においては、 セレクターレバーを D ポジションにする際や、その後にクリープ現象を抑えるためのブレーキ操作を必要とするため、その手法を用いることは困難になっている。徐々に漏れる程度にサイクをすればできなくもないが、事故を起こすまでのタイミングが測りにくくなる上、徐々にペダルがふかふかになっていくため、制動不能になる前にドライバーに感づかれる可能性が高い。また、 より機械的な面から言えば、ブレーキラインは、前後別配管や X 配管など、通常は2系統設けられているので、1箇所に細工、下だけでは、前だけ効かない、あるいは対角線だけ効かない状態となるだけで、完全な制動不能に陥らせることはできない。車種によっては、インテークマにホールド負圧や油圧ポンプを用いた、ブレーキ倍力装置を備える場合もある。 配管内の空気抜きやフルードの交換に用いられる部品でブレーキキャリパーやホイールシリンダーに備わり排出口はゴムキャップで保護されている配管末端に加えロードセンシングプロポーショニングバルブにも付いている場合がある車軸喧嘩でかつドラムブレーキの場合には左右で配管を共用している場合があり左右いずれかの車輪のみで作業を行えば良い場合もある ワンマンブリーダーと呼ばれる工具も販売されている。ありがとうございます。